こんにちは、チェコ親善アンバサダーの綾野有栖です。私は2017年にチェコを訪れて、その街並みの美しさにとても魅了されて、親善アンバサダーをさせていただいております。チェコに行った時に食べたご飯がとても美味しかったので、ちょっとびっくりしました。そんな時に美味しいグルメをもっとたくさんの人に食べてもらいたいということで、今日はいつかチェコに行った時に食べてほしい料理やお菓子をご紹介したいと思います。動画の最後にはクイズもあるので、ぜひ最後までお楽しみください。最初に出てくる疑問は、やっぱりチェコ料理ってどんな料理なんだろうですよね。チェコは海のない内陸国なので、お肉を使った料理が多いのが特徴です。お肉は豚、牛、鳥やイノシシや鹿など幅広い種類のお肉が使われ、ロースト、煮込み、フライなど調理方法も様々です。お肉料理が多いといっても、お魚を全く食べないというわけではなく、マスなどの淡水魚はよく食べられていて、レストランでも食べることができます。ドイツとオーストリアの食文化の影響を強く受けているため、これらの国と近い料理が多く、ソーセージや酢漬けのキャベツ、カツレツなどもチェコ料理レストランでは定番の料理として提供されています。他のヨーロッパ諸国と同じように、スープもよく食べられていて、コンソメ系のスープにレバー団子が入っていたり、キャベツがたっぷり入ったものだったり、これからの寒い季節には濃厚なスープがおすすめです。チェコ料理を食べてみると、様々なハーブやスパイス、調味料が使われていることに気がつきます。マジョラムやキャラウェイシード、ディル、パプリカパウダーなどはスープや煮込み料理によく使われていて、チェコ料理の特徴的な味わいのポイントになっています。またパンやお菓子にはポピーシードがよく使われています。日本ではなかなか見かけないものばかりですよね。あまり味の想像がつかないかもしれませんが、チェコ料理はとっても日本人の口に合うと思います。実際1970年に大阪で万博が開催された際には、チェコスロバキア館で提供されたチェコ料理はとっても人気があったそうです。その中でもモラビア産カモのロースト、グラーシュ、生地のロースト、デザート類が人気だったそうです。ザ・チェコ料理が何かというのはなかなか難しいのですが、いくつか代表的な料理をご紹介いたします。煮込み料理やソースがたっぷりかかった料理に添えられるのがクネドリーキです。お湯で茹でるか蒸気で蒸すので、茹でパンや蒸しパンといったイメージです。小麦粉にイーストを加えたプレーンタイプのもの、ロールパンを入れるタイプのもの、ジャガイモベースのものなどがあり、料理によって付け合わせるクネドリーキが変わります。カルロバルス系クネドリーキと呼ばれる西ボヘミアの町カルロビバリ発のクネドリーキは、角切りにしたパンに卵黄、パセリ、泡立てた卵白を加えたものを茹で上げるタイプで、ユニークな味、食感、切った時のモザイク模様が美しい一品です。他にも中に細かく切ったお肉を入れた団子状のものや、果物を入れた甘いクネドリーキもあったりと、様々な種類があるとっても面白い食べ物です。こちらがスビチコバーナスメタニエです。マリネして煮込んだ牛フィレ肉をスライスして根菜のクリームソースをかけた料理。一般的にはベリーのジャムとレモンをつけて食べます。このクリームソースが味の決め手で、各レストランのシェフの腕の見せ所です。スビチコバーには通常パン入りクネドリーキ、ホウスコバークネドリーキが添えられて提供されます。たっぷりとソースをつけながら食べてみてください。お店によってサイズは違いますが、チェコの人はコロッケサイズのものを 5,6 枚ぐらいペロリと平らげてしまうので驚きます。とにかく作るのに手間暇がかかって大変な料理なので、レストランでぜひお試しください。チェコのレストランでベジタリアンメニューとして人気なのが、チーズのフライスマジェニースイールとカリフラワーのフライスマジェニークビエタークの2品です。チーズのフライは主にヘルメリーンと呼ばれる少しカマンベールチーズに似たチーズを丸ごと揚げたもので、カリフラワーのフライは見たままの通りカリフラワーに衣をつけて揚げたものです。どちらもタルタルソースと一緒に提供されることが多く、お酒のおつまみとして人気です。フレビーチュキはチェコのオープンサンドです。チェコ特有のデリカテッセンで買うことができるお手軽な軽食です。
代表的なのはデカというふわふわしたパンの上にバターやマヨネーズサラダを塗ってハム、サラミ、チーズ、卵などを盛り付けたものです。最近はおしゃれなフレビーチュッキ専門店もあったりと伝統的ながら進化もしている料理です。チェコは小さな国なのでその土地特有の名物料理がそこら中にあるわけではありませんが、その土地の名前がついた名産もいくつかあります。モラビア地方の都市オロモーツには欧州原産地名称保護制度で保護されるトバルーシュキというチーズがあります。独特の強い香りがあり、ワインよりもビールに合うチーズです。シンプルにバターを塗ったパンにオロモーツチーズを塗り、パセリやネギをかけて食べたり、フライにして食べたり、お菓子にしてもとても美味しいです。オロモーツ市庁舎内にはトバルーシュキ専用の自動販売機も置かれています。実はプラハにも地元名産のプラハハムがあるんです。豚のもも肉を丸ごと1本調理したプラハハム、1857年に初めて作られたと言われており、1860年代に市場に出回り始めました。骨がついているのが特徴で、ブナ材を切って軽く燻製してあります。大きな塊を切り出して食べたり、薄く切ってホースラディッシュを混ぜたホイップクリームをつけて食べたりします。これもお酒のおつまみとして最高の一品です。チェコでは年間を通して様々な祝祭やイベントがあり、その時期に食べられる季節の料理もたくさんあります。全部はご紹介できないので、今日はその中から厳選したいくつかをご紹介いたします。チェコでは元日に初めて口にするものはレンズ豆の料理です。スープやサイドディッシュなどのレンズ豆料理を食べることで金運に恵まれると信じられています。どうしてこのようなことが信じられるようになったかは不明ですが、レンズ豆の形がコインの形に似ているからというのが一説です。また幸運が飛んでいってしまわないように、鳥などの飛ぶものを食べないという迷信もあります。チェコの家庭で冬に消費する肉の加工をする伝統行事がザビアチカです。最近は謝肉祭のイベントの一部としてザビアチカを行っているのを見ることができます。豚一頭を屠殺、解体し、内臓から血まで全てを使います。このイベントでよく作られるのがトラチェンカといういわゆる肉と内臓の煮こごりのようなもので、お酢と玉ねぎを添えて食べるとビールがとっても進みます。他にもクロバーサという太く固めで肉と油の風味がしっかりしているソーセージなどもよく食べられます。イースターは十字架にかけられて処刑されたイエス・キリストが3日後に復活を遂げたことを祝うものです。実はチェコ人の多くは無宗教なのですが、古くから続くイースターを祝う習慣は残っていて、この期間はたくさんのイースター料理を食べます。例えばキリストを裏切ったユダが首を吊ったロープを表現したパン、イダーシェや、キリスト教のシンボルである十字の切れ込みを入れた甘いパンのマザネツなど、そしてイエス・キリストの復活を祝う復活の日曜日には、命の象徴でありキリストと貼り付けを象徴している子羊の形をしたスポンジケーキ、ベラーネックを食べています。チェコの各地で開催されるイースターマーケットでもこういったイースター料理を買うことができます。実はチェコ人は大のキノコ好きなんです。多くの人がシーズンになるとキノコ狩りをして旬のキノコを楽しみます。家庭ごとにお気に入りのキノコ狩りスポットを持っていて、スポットは多言無用。キノコのためなら朝4時に起きるのも苦ではないほど本当にキノコが大好きです。トラムに乗っているとカゴいっぱいにキノコを入れたチェコ人に遭遇するかもしれません。様々な調理法がありますが、例えばキノコとハーブのディルをたっぷり使ったスープ、クライダはぜひ食べてほしい一品です。レストランのメニューに載っていることも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。チェコのクリスマスに欠かせないのが鯉のフライとポテトサラダです。南ボヘミアのトシェボニュにはたくさんの人工池があって、鯉などの淡水魚の養殖が盛んです。ここで育てられた鯉は毎年11月頃水揚げされ、チェコ全国に出荷されます。
クリスマス前になるとマーケットで鯉を売っているので、そういった風景を見ることができるかもしれません。買ってきた鯉は調理をするまで風呂釜に保存しておくのがチェコ流です。この鯉はフライにしてポテトサラダを付け合わせにするのが伝統的なチェコのクリスマス料理です。クリスマスの時期にはレストランでもこのメニューを食べることができるので、ぜひ食べてみてください。お皿の下には鯉の鱗を置いておく伝統があり、これで金運がアップするそうです。チェコはスイーツもとっても美味しいので、街歩きの途中に休憩でカフェなどに寄った時にはぜひ試してみてください。普段はなかなか日本でチェコのお菓子を食べることができませんが、今日はチェコのお菓子ツックルさんに代表的なチェコのお菓子3種類を作っていただきました。一つ目はバーボフカ、クグロフ型で焼くスポンジケーキで、日曜日におばあちゃんが作ってくれるような家庭で親しまれているケーキです。家によって作り方や味は様々、日本のスポンジケーキやパウンドケーキの間のような食感です。こちらのツックルさんの定番のバニラとココアのマーブル、他にもポピーシードをたっぷり入れたレシピなど様々なスタイルがあります。クリスマスやウェディング、誕生日などのお祝いの席でもよく食べられるお菓子です。家庭で作ることが多いですが、もちろんお店でも買うことができます。2つ目はメドブニークです。蜂蜜をたっぷり加えた生地でクリームを何層にもサンドした濃厚なケーキ、チェコの多くのカフェやケーキ屋さんで売られています。クリームはサワークリームを使ったものやナッツを加えたものもあります。最後はビエネチェクです。ビエネチェクとはリースの意味、リング状のシューでカスタードや生クリームをサンドしたケーキです。中に挟むクリームやシュー生地のアイシングの有無はケーキ屋さんによって異なります。こちらの写真の隣に並んでいる見た目がよく似ているお菓子ビエトルニークは穴が開いておらず、トップにはキャラメルアイシングがかかっています。チェコの人でも結構好みが分かれるんだそうです。では早速いただいてみたいと思います。まずはバーボフカからいただきます。こちらがバーボフカです。ワクワク。美味しいです確かにシフォンケーキというかよりはちょっとしっかりした噛み応えがあって、目がしっかり詰まった感じの食べ応えのある美味しいケーキです次はメドブニークをいただいてみたいと思います。いただきます。すっごい蜂蜜の香りがふわっときます。結構素朴な見た目なんですけど、お味はしっかり濃厚で、この蜂蜜とキャラメルのお味がしっかりとブワッと香ってきます。ではピエネチケをいただきたいと思います。いただきます。クリームがたっぷりで、思ったよりも甘くなくて、すごくでも甘くないのに食べ応えがしっかりあって、これはむちゃくちゃ美味しいです。レモンのアイシングのレモンの香りもふわっといい香りがして、濃厚なシュークリームみたいな感じです。他にもたくさん紹介したいものがあるのですが、今日はここまで。あとはチェコで確認してみましょう。ちなみによく SNS やウェブサイトで書かれているトゥルデルニークはハンガリーのお菓子で、チェコのお菓子ではありません。とってもフォトジェニックではありますが、チェコではぜひ伝統的なチェコのお菓子を味わってみてください。それではプレゼントクイズです。チェコを代表するこの蜂蜜のケーキの名前は何でしょう。プレゼントの応募方法はこの動画の概要欄に貼っておきますのでご確認ください。
チェコ料理のことをもっと知りたい方はチェックスペシャルズのウェブサイトをチェックしてみてください。ウェブサイトは英語ですが、チェコ料理のレシピやレストラン検索もできますので参考にしてみてくださいね。それではナスプレダノー。